英会話タイムトライアルは NHK ラジオ第2放送で週5回放送される1回10分の英語語学番組2012年4月2日放送開始 NHK ネットラジオラジルラジルでも配信されている NHK 英語グランドデザイン A2 レベル中学レベルの単語表現を使い日常会話をテンポよく行うことを目指す講座 NHK 出版より番組に対応したテキスト、音声が販売されている。それまで放送されてきた英語5分間トレーニングに変わる番組である。難しい単語や文法は一切使わず、小中学校で習う簡単な単語を使ってタイムトライアル方式で英会話の瞬発力を高めていく。このタイムトライアル方式は、 SPR トライアルと呼ばれる英語の基本文型を集中的に覚える練習と番組の後半の対話カラオケと呼ばれる役割練習の2本立てで展開される。金曜日はおさらいの意味合いでその週に取り上げた会話を活用した対話カラオケの拡大版を行う。また毎月原則として第四週は第三週の再放送で第五週がある月のみスペシャルウィークとして 第4週がある。その場合、第4金曜日は、英語の歌を利用した講習が行われる。スティーブ・ソレーシーすべてラジオ第22013年度は、月曜から水曜を、SPR トライアル、木曜と金曜を、対話カラオケに特化した形で講義が行われる。スフアのレベル設定をもとに、2012年度から NHK が、英語講座に独自につけている、レベル設定。 新型コロナウイルスの影響を受けて番組の収録、ロケが一時中止になったことから放送内容が変更された。平成25年度番組表、ありがとうございます。